最後の,です、ね、そのシーンですね、えー、っとこれはの仕方ないわ、この戦争をやめさせましょうと言った後、飛行機械が見えてカメラが上にパンするとハウルの今度は城が飛んでるとこのシーンを見てあ戦争からあの船が引き上げてるんだというふうについつい考えちゃうんですけどよくよく見るとこの下が緑なんですね。ついこの間まで すべて国土は焼き尽くされてたからこの緑とか畑に戻ってるはずがないんですよ。ということは何かというとこれはもう10年後20年後ぐらいの話なんですね10年後20年後ぐらいに再びドイツと同じです、ね、第一次大戦で散々やられた国がもう一回力を持ってよその国を侵略し始めたと人のやることは変わらないっていうふうに。 言うんですけどこれが分かりにくい理由は何かっていうとだから直後の話だというふうに僕らついつい思っちゃうんですけど違うんですよ。ハウルはもともと魔法使いでだから見た目は自由自在なんですけどソフィーも魔女なんですよ。ソフィーも魔女だから若いままずっといるだけで実はあそこは何十年も経ってるかもわかんないという世界を書いてるんでですね。あのラスストシーンでハウルとキスの他にですね。 えー、ハウルの心臓を返してくれた荒レ地の魔女のおばあちゃんのほっぺにキスをして、で、カかしの株に必要もないのにキスをして、最後カルシファーにですね、口と口を合わせるキス、あの、キスまでしてます。えー、これはですね、あの、言葉を使う魔術師ですね、言葉の魔術師のソフィーの最大の魔法なんですね、キスっていうのは。で、これで対象を魔法にかけるわけです。で、対、え、象、ー、を魔法にかけてどういうふうな魔法にあのかけるのかといえばですね、それが、 えー、城の中庭のシーンですね。えー、城の中庭のシーン、まあ、全員あの出てきます。えー、あの子供のまま成長しないマルクルですね。で、えー、もう なんだろうな。あの、サリマン先生の魔法から解けたはずなのに、若返らない荒レ地の魔女ですね。永遠にハウルとソフィーのイチャイチャを見せられるという罰を受けてるからですね。で、人間に戻してもらえない犬人間の品ですね。もともとは人間の魔法使いでサリマン先生にですね、あの、犬にされてたんですけど、これ戻してもらえないんですね。で、カルシファーが見てます。飼いならされたカルシファーですね。一個だけ不自然なものがあります。この旗だけ不自然なんですよ。 この旗リンゴの木が書いてあってまあリンゴの木みたいな木が書いてあって旗があるんですけどもこれだけですねなくてもいいものが書いてあってしかも妙に意味があるんですね。これ何かなと僕は思ったんですけどもあんまり考えなくてよかったらこれはダジャレなんですよ。で何かっていうと最後、えー「いずれ私は帰ってきます」って言った隣国の王子様が帰ってきてここの部屋に住んでるんですよね。 えー、ソフィーは最後んだろうソフィーは本来だったら一緒に家族っていうんだから妹とかお母さんも呼べばいいんですけどもそれら全てを外して自分が好き,な好きだと思った人口づけキスを与えた相手のみを家族としてこの幸せな時間が止まった世界の中にいて 永遠の時を生きると。それが女の子の思う究極のハッピーエンドでしょっていうメッセージなんですでそれがわかりやすくわかりやすくてか、まあ、そこまでですねあの隣国の王子様まで書いちゃうとものすごくえぐいことになるのでここに旗だけ出してるんですね。